残念ながら翌朝になってみたら天気が悪かったんですね。でもね、昨日あんなに晴れてたのになんだよとは思いますけど、まあまだ霧雨程度なんで、このぐらいだったら大阪山も行けるかなと。いや、ちょっとこれ諦めた方がいいなと思いましたが、意外とそんなに見た目ほど雨が降っておりません。この間ね、試しに乗った鉄道、まさか本当に使うことになると思いませんでしたけど、ああいう風に道の上を走っていく鉄道がありまして、あれが京新線という、あの京阪の京都の方まで、京都の街中三条の方まで行くんですね。で、向こうにあります、あそこにね、あの大津の駅ありますけど、あそこから乗ると京都の七条の方に行きますが、七条と三条はね、もう全然違いまして、ダメなんですね、そっちの方では。あのちょっとな、あんまなんもないみたいな、まあ湯治があるけど、まあそのぐらいかなーって感じだからね。あのやっぱ三条大橋まで行って、せっかくだから東海道の終わりのところで見てから、またじゃあ大阪行くかって感じなんですけど、そうするとちょっとここではね、やっぱりあの京新線の方に乗った方がいいわけです。東海道線とさっき通っていた京新線っていうのは別にあの交わってはいないんですけど、大津の駅から歩いて乗り換えることができるんですね。それでここで乗り換えていった方が京都の街中にはスムーズに到着できるはずです。今ここで電車が走ってる音が聞こえますけどね、まあ、これ正確には実は機関車なんですけど、あのここの下のところで東海道線がこの下をこう潜って、こっちにあります大阪山、これを越えて、このまま出ますと、山科というところの京都の山科になるんですが、まあ、つまりここが京都府と滋賀県とのまあ大まかな県境、府境というふうになっておりまして、そしてね、あのそこには昔大阪の関というものがありました。大阪ってあのダーバンの大阪じゃないですよ。普通にあの会う坂と書いて大阪なわけですが、まあ、ここにこのような立派なトンネルがありまして、上は京阪電車で下は JR です。見るとこんな感じで随分古めかしいレンガですから、まあ、明治大正の時代に作られたんだろうなということが伺わされます。トンネルの横にトンネルの名前が書いてあるんですが、これ上関寺トンネルというものかな。上関寺トンネル、わかりませんけれど、あのとにかく大阪の関のところにあるお寺だから、多分関寺みたいな名前がついたんでしょうね。この辺りが関所の町であるということもよく知られているところです。ちょうどね、向こうへ行こうとしたら踏切が閉まってしまいましたけど、向かい側に有名な人の祀った神社があります。セミ丸です。知ってますか？皆さん坊主めくりってやりますかね。あのセミ丸の読んだ歌でこれが有名です。これやこの知るも知らぬも分かれて、違う、これやこの行くも帰るも分かれては知るも知らぬも大阪の関と、そういう風なね歌があって大変有名なわけですが、このセミ丸という人はあの他にも有名でして、皆さん坊主めくりっていうゲームをやったことはありますかね。なんかこう束にしたね、小倉100人一首の100枚のその札を裏向きにして、でそれを分けてこうくるっとこうめくったりしてね、それでなんかこう男が出てきたら、あこれは殿だからこう集めるとかね、こう姫が出たらもう1枚もらえて、しかも、まあ、あと、まあ、後で説明しますけど、あのそれからまあ他のやつももらえると。で坊主が出ると全部それをあのゴミ捨て場みたいなところにこう捨てなきゃいけないみたいなやつなんですね。で、あ、殿が出た、よし1枚、よし姫が出たからもう1枚引こう、あ、また姫が出た、もう1枚、よしもう1枚引いた、あ、坊主全部ゴミ捨て場に置かないと、はい、私姫を引いたのでゴミ捨て場のやつをもらいますみたいなやつなんですけど、セミ丸はそうなので、あのつまり坊主の中の一つのはずなんですが、あの格好がですね、他の坊主と違ってハゲていないがために、あのよくわからないことになってですね、あのセミ丸だけなんか最強みたいな感じで、あのセミ丸を引くと他の人の取った札も全部自分のものになるとかね、そういうあのローカルルールが全国にあるみたいで、そのルールは大津でもあるそうでして、坊主めくりの大津ルールというものを採用すると、だからね、あのセミ丸を引いたら、まあ、どういう風な扱いをするのか知らないんですけど、あのまた最強 の, あの結果がなんか出るらしいですよ。それがセミ丸という人です。セミ丸の歌自体もそれで有名なんじゃないのかな。やっぱあのね、セミですからね、あのこのセミというあれが随分これで染みやすいのかもしれないし、それからその独特のいでたちね、なんか頭にこういう風なこういう頭巾みたいなのをかぶってるので、ちょっと他の坊さんとは格が違うような感じがするのです。私が今言いましたけど、セミ丸が読んだ歌がどんなやつかというと、これはこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも大阪の関、まあ、つまりですね、あこれが有名な大阪の関ですか、だいたいそういうことなんですね。その程度の歌、私でもなんか作れそうな気がする。そんなことはないんですかね。これですね、あの平安時代、鎌倉時代に選ばれた素晴らしい芳しい和歌の100首の中から選ばれた百合抜きの一つということになっています。私もですね、この間仕入れたばっかりの知識を早速なんか披露することになってるんですけど、この辺りはもう本当に交通の要衝、昔からね、もちろん東海道の大阪山、あの大阪の関を越える時もそうですし、この後ろのところにね、こうあのさっき東海道本線が通り、京都方面三条の方まで行く、なんだ、京新線が通っていて、画面の奥の方見ていただくと分かるんですけど、分かりますかね、これ高速道路ね、名神高速、その下には、国道1号線も通っております。何でもかんでもとにかく滋賀県から京都へ抜ける主要道路、主要の交通機関は大体この大阪山のところを通ってるんですね。
先ほどもここで列車が通過しました京阪電車の京神線ですが、これは大変険しい鉄道であることで知られていて、カーブがものすごく急な、こんなカーブね普通はないんですよ。坂道も異常に極端に急な坂を通っている、そういう運転の難しいようなところです。この辺りは難所として知られていて、昔東海道線もこの辺りでは頑張って運転をしていたようでしたが、今ではさっき言ったあっちのルートのトンネルに改められています。線路を付け替えしたんですね。で、今もう大阪山のですね、実はその大阪の関というのがどこにあるかよくわからないらしいんですが、その当時使っていたような遺構とか昔のものがいろいろ見られるそうですから、まあそういった昔のね、産業遺産みたいなのを見学して帰ることにしたいと思います。ちょうどね、国道1号が合流してきたようなところからこんな感じのところ分かれ道があってね、なんか雰囲気はあまりよろしくありませんけど、確かに書いてあるな、鉄道記念物旧大阪山隧道。隧道っていうのはトンネルのことですからね、大阪山隧道東口と書いてあります。まあ、当然ねトンネルですから入り口と出口があるわけでして、こっちが東側、滋賀県側の入り口というわけです。これトンネルですね。こんな風になって、まあ今は当然使ってません。昔は電車が通ってましたと。ここ見ますとなんかね、奥のところがもう塞がっちゃってるんですね。あ、これ埋めちゃってたのかと。トンネルって結構そういう風にするのはあるんですけど、あー残念、ちょっとこれは先は見られそうにないなと思っていましたが、しかし扉がついていて内側にも何か空間がなくはないようです。ちなみに、これをまっすぐ行って右の方に曲がると、さっき言っていた大津駅がありまして、こっちの向きで言いますと、はるかといっても、まあ、これ私のね後ろ多分 500m はないぐらいのところだと思いますが、東海道本線がこっちが大津ね、でこういう風にこう抜けていくと、大体そんな構造になっています。このトンネルは日本で一番古いトンネルだということです。私東海道線の戸塚とかあの辺にあるトンネルは一番古いんだと思ってたんですけど、それ間違えていたようですが、この扉の内側入りますと、なんかね、京都大学の設置したあれがあるらしいですね、地震計、そういうものがね置いてあって、そのために今このトンネルは使われているんだそうです。このトンネルの断面積、これがですね、断面が靴輪の形をしているのが馬のね、わかります、足にはめるやつ、それがこの昔のトンネルの掘り方の特徴だと、そんなことを聞きました。なんかこの白いのは何ですかね、なんか染み出してきて結晶みたいになってますけど、なんかこう、あれかな、でもコンクリートはこの当時はないわけですからね、どうやってたのかちょっと私には分からんのですけど、昔の人はこの辺まで来ればね、あ、もうそろそろ京都着くぞと、そういう風に思ったわけです。なんだってさっきの大津が最後の宿場町ですから、あれよりももう京都寄りに宿場はないわけです。トンネルを抜ければ山科、そしてもう一度トンネルを抜ければ京都です。じゃあ私も京都まで行くことにしましょう。地下鉄で行こうかな。それで三条まで行って東海道の終点でも見てから行きたいと思います。出発する前にせっかくだからね、昨日京都東海道の旅をやってきましたんで、日本橋でも行ってくればよかったかな。まあ後の祭りですけど、確かにすごい山ですよね。およそ普通の電車が走るような場所ではないようなところ、平然と電車が走っていきますので面白いことです。これ分かりますかね、鉄道に詳しくない方は分かんないかもしれないけど、こんな急なカーブ、急な坂、普通はね走れないんですよ。大津は街中で晩御飯を探すにはちょっと難儀するところかもしれませんけどね。でも交通の要衝でありますよって、まあ、そういう感じはねすごくよくわかりました。しかもやっぱ昔から続いてきたようなお店がいっぱいありますよ。あっちには銭湯もあって、こっちにはお米屋さんがあってみたいな、そういう風景が見られます。ここは旧東海道沿いから少し外れてると思うけど、多分もうちょっと向こうなんだろうけどね、元々の東海道の道は。でもやっぱりいろいろその宿場町の昔のあれをずっと受け継いでいるのかなみたいなものがたくさん見られます。そこに踏切があって、こっちにもあるんですね。別にこれあんま関係ないんですけど、鳥さんも可愛く水を飲んでおります。ここが京都、着きました鴨川です。何度も何度も三条大橋の紹介をしましたんで、別に今更しなくてもいいかと思いますが、ここが日本橋からずっと続いてきた東海道の終点であるわけです。なんか随分鴨川の様子が変わったような気がする。あそこあんな土のうなんか積んでたの、あれはなんかまた水害の影響ですかね。何か増水みたいなことがありますと、鴨川に山椒が出現するとか、そういうのは有名な話です。鴨川も結構サギがたくさん住んでおりまして、こっちはアオサギですけどね、今一本足で立ってるのかな、可愛いもんです。ペンギンみたいですよね。こっちの方見ますと
さっきね、どっかいたんだよな、カラスくんですが、結構ね、鳥の水飲み場として鴨川は重宝がられているようですよ。おお、カラスの行水やってるよ。寒くないかな。あ、終わった。一瞬で終わりましたね。本当にカラスの行水だよな。鴨川で鳥の見物というのもなかなか楽しいものです。せっかく花の京都三条まで来ましたんでね、なんか食べていきたいところです。三条よりも四条ヶ原の方が、あの祇園四条とかなんとかいろいろ言いますけれど、四条の方がいろいろあるようなんですが、昔は三条の方が栄えてたんですね。ここがやっぱり東海道の起点ですから、まあ新大阪駅みたいなもんじゃないですか。江戸時代、確か18世紀だったと思いますけど、作られました由緒正しい三条大橋で、今でも江戸時代のものが使われていますが、ここにですね、こんな感じであの刀傷がありまして、これがなんかこの三条大橋のちょっとした見どころというかね、なんでついたのかわからないらしいんですけど、確かさっき読んだあの説明書きがね、池田屋事件の時についたんじゃないかとか、そんな風に書いてありましたね。で、偉そうに分かったようなことを言いましたけど、私池田屋事件がなんだかよく分かってなかったんで、ちゃんと調べてみましたが、あのですね、幕末の頃に長州藩があの尊王攘夷ということで活動してたわけですが、その時にまあクーデター計画みたいなもんですね、それをやっていたのを、まあ、それをここでやるというのが分かったので、新選組がここに突入して、そしてチャンバラみたいになったの、まあ、そういうことらしいんですね。その場所が池田屋です。ここにこのようにビルが建ってますが、ここに池田屋の跡の碑が建っておりまして、池田屋騒動の死とあります。もともとここにその池田屋という、まあ、なんていうの、料理屋というか居酒屋というか分かりませんが、まあ、その あったわけですね。よくあの大河ドラマの幕末編とかで出てくるようなやつで、そこに集まっていたところにこう新選組がこうドカラ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 入ってきた、まあ、そういうところだそうです。で、な前はねパチンコ屋だったらしいんですが、その後今では居酒屋になって名前は池田屋を使っているそうです。その跡地に今でも居酒屋があります。全然関係はないんだけど、旅籠茶屋って書いてありますけどね、まあ、茶屋は拡大解釈して、もしかしたら居酒屋も茶屋に当てはまるのかもしれませんが、旅籠ってのはあの一泊二食付き旅館のことなんですが、旅館はやってないんじゃないの、やってんのかな。ちょうど京都は紅葉が始まったかどうかという感じで、これ桜の木ですけど赤くなっています。流れているこれが高瀬川という川で、柳の木なんかの雰囲気もこれもとてもいいものです。ちょうど今彫刻展みたいなのもやってるみたい、まあ、もし近くを通ることがあったら見ましょう。で、また知らなかったんですけど、この川の反対側、三条にはですね、豊臣秀次公の墓なんて書いてありまして、あ、ここにあったのかとこう驚いたんですが、秀次って分かりますかね。あの秀吉はまあ皆さんもご存知だと思いますが、秀吉には子供がいなかったので、じゃあ養子をということで取って、いろいろと、まあ、関白の跡継ぎとして育てていたのが豊臣秀次さんでしたが、淀君と秀吉の間に、淀と秀吉の間はあったり、秀頼が生まれまして、まあ、それから待遇が随分悪くなってしまったとかでですね、突如真面目にやっていたらしいんですが、突如として、処刑、処刑というか、まずあんた謀反したでしょ、ちょっとお寺にこもりなさいと言われて、その後結局それからまた半年後に、じゃああんたあの死刑することになりましたんで切腹よろしくお願いします、そういうことになって最後は亡くなってしまった、若くして亡くなった、かわいそうな、すごい偉い侍さん、まあ、侍と言っていいと思いますけどね、関白だから、まあ、公家の中かもしれないんですが、11位と書いてありますから、かなり偉いところまでね行ってる人なんですけど、それでもこう秀吉のその一存でやっぱり死刑になっちゃうんですね。まあそれはそうですよね、秀吉の方が偉いんだから。なんともかわいそうな方の墓がここにはあって、ここを瑞泉寺というそうですが、中は自由に拝観することができるそうです。このお寺に設けられた説明によれば、もともと鴨川はもっともっと広い川だったようで、このお寺が今設置されているところにはもともと中洲があったそうです。その中洲で豊臣秀次の公開処刑が行われて、またその家族なども皆一同に公開処刑ということになり、川の真ん中でそのまま切腹、もしくは首を打ち首にもやったのかな、そういうのは分かんないんですけど、ともかくここで亡くなられて、その後この鴨川周辺の開発、まあ、結構あの昔の時代ですけどね、開発って言っても、それでこのような陸地になって、その跡地にこのようなお寺を作ったのだそうです。戦国の悲劇を生きた秀次公ご一族に捧げると書いてあります。午前午後の2回としています。あるから私も適当なことをしない方がいいかもしれません。お賽銭だけちょっと置いてきますかね、見学料の代わりとして。京都は歩いているだけでもいろいろ見つかって飽きず面白いところですが、本日は夕方に広島まで行く予定になっておりますから、それほど時間はありません。朝ごはんを食べて今朝の10時過ぎたところですけれど、そろそろ出発しないといけないでしょうか。ここにありますのは松屋です。あのやっぱ京都三条四条とかそういうところはね、普通に京都市民の方があのお使いになるようなところでもありますので、まあ、観光客に支配されてるから大多数の歩いてる人は観光客のような気はしますけど、だからね、あの普通のこういうものもたくさんあるようなところです。
昔はその辺も全部鴨川だったわけです。今では埋め立てられて、ここには別の川、高瀬川と、そういう風になってるわけです。なんか聞いたことある名前だな、ずっと思ってたんですけど、あの高瀬船っていうのは、あの私は国語の教科書で昔教わったんですが、森外の小説でして、でここにね、あの罪人を流刑する際に、それを人を運ぶ船が通っていたらしいんですね。昔はこれ昔の東京三条と書いてありますけれど、こういうところにこう高瀬船が通っていたということです。あのその話はね、なんかそのもう死にかけている人をなんかこう最後のとどめを刺してあげたみたいなやつ で、それで殺人の罪かなんかであのこう流されていくみたいな人の話なんですけどね。あのそういう風にして、自分の罪をこうなんかこう、まあ、あるのは知っていたんだけれども、でも助けてあげたことが優しくてうんぬんみたいな、なんかそんなんだったのを私は覚えております。でですね、もうさすがに京都にずっといるわけにもいきません。この後大阪とか兵庫も見て回りますんで、じゃあということで、最初そのまま京都へまっすぐ行くならバスで行くのが三条からだと便利なんですが、京都市バスは今日日曜日ですしね、天気良くないって言っても観光客いっぱいいますんで、時間通り来るという気は あんま申し訳ないけどしないんですよね。京都の市バスってね、あの、まあ、道も混んでいるし、あの京都って街の道が、まあ、そこまで幅がこう広げられていない割に車がたくさんでね、あの街の中も車が重要な移動手段みたいになってるんで混んでるんですね。あのこれはもうどうしようもないことなのかもしれないけれど、あんまバスは当てにならないから、多分地下鉄で乗り換えていくのが一番合率がいいだろうということになりました。市営地下鉄らしく、こんなもん売ってるは京都市の水、京の輝き、疎水物語。疎水ってのはあの琵琶湖疎水ね、琵琶湖から用水を水で引いてくるというわけで、南禅寺のあたりに橋があるのが有名です。京都の市内交通ってバスもそれから地下鉄も赤字なんですよね。京都市バスっていつも地獄のように混んでるんですけど、さあの観光客が乗るような路線がめちゃくちゃ混んでるみたいで、乗らないような路線は特には混まないらしいんですね。まあ、それはまあ観光客がいなかったらね、確かにそれはもしかしたら意外と混まないかもっていうのは不思議なことではないですけど、そういうわけでね、あの京都市バスでも赤字なのか、1日乗車券の値段をもうちょっと上げりゃいいんじゃないのかなって気もするんですけどね。あれ500円ってのは安すぎる気がしますけど。自動車の警笛みたいな音がするな。